皆さんこんにちは。人的保障問題や若手への苦言で今回のオフシーズン何かと話題になっていた和田選手、今季は本拠地開幕投手も決まり、先日西武戦で復帰登板を果たしたことも話題になっていましたよね。そんな和田選手が若手への苦言や人的保障問題について本音を話しており、話題となっています。今回は和田選手が明かした本音、初の対外試合でぶつかった西武戦での活躍などご紹介していきます。かつてホークスのエースとして活躍し、気づけばパリーグ最年長選手となっていた和田選手、2月21日で43歳の誕生日を迎えた和田選手ですが、昨年は20試合に先発、登板21試合、8勝6敗、防御率 3.24、10勝の有原選手に次ぐチーム2位の勝ち星を挙げており、今季もホーム開幕投手に指名されるなど、まだまだ健在、衰えるどころか、むしろ進化しているようにすら見えます。そんな和田選手ですが、先日現代の取材に応じ、進化している旨を記者から投げかけられたそうです。それについて和田選手は、いやいや、普通に歳とか感じますよ、わら、無茶ができなくなってきたし、ダッシュ系の練習も、若い時に比べて怖さがある。しっかり準備をして走っても、簡単に肉離れをするんですよ。疲れだって昔に比べて取れにくい。僕も人間なんで、と謙遜。確かに、スタミナ面などでは、衰えは隠せていないかもしれません。年を取るにつれて、コンディションを整えるのが大変なようで、食事面でも、前までそこまで気にしていなかった糖質を気にして、登板する試合前の食事を変えたとテレビでも話していました。ちなみに毎回パスタを食べていたそうです。とはいえ、41歳だった2022年は自己最速の149キロをマーク。かつて直球の平均球速が130キロ台だったのが、嘘のようなレベルアップを果たしており、進化もしていることは間違いありません。ただ、和田選手は、でも、昨季は平均球速こそ上がったけど、マックスはその前年から落ちちゃったんですよ、と、球速が落ちたことを告白。調べてみると、昨季の平均球速は、カブスから日本球界に復帰後の8年間で最速となる 142.6キロ、一方マックスは22年より2キロ減の147キロでした。球速は大事ですよ、なんていうか自分にそれだけの能力があるという数値なので、でもそのつもりで日々練習に取り組まないとすぐに能力値は落ちてしまう。そこはすごく考えながらやっています。パフォーマンスを維持向上させる秘訣や意識など、今もなお衰えない和田選手、一体なぜそこまで意識が高く維持できるのか。和田選手は、言い方はおかしいかもしれないけど、と前置きした上で次のように話しています。次に投げる1球で体がぶっ壊れるかもしれない、自分はいつ終わってもおかしくはないんだという覚悟ですね。37歳だった18年に左肩を壊して、19年に1年半ぶりに復帰した頃からそういう気持ちでやっています。日々やるべきことをしっかりやって、それでもダメな時が引退する時、そうした毎日を繰り返して1年を無事に終われたらまた来年もできるぞと、ダメならクビ、引退ですから。和田選手はオフの契約更改で若手について、一生懸命やってるとは思うけどまだ物足りないかな、苦言を呈していました。育成選手はプロじゃないと厳しい声をかけましたが、常に引退の覚悟を持っている和田選手だからこその言葉だったのかもしれません。少なくとも僕が筑後の二軍施設で練習をした時に見た範囲ではもったいないと感じました。あれだけの施設が二軍宿舎と隣接しているのに、僕が帰る時は誰も練習していなかったこともあった。もちろんたまたま休養日だったかもしれないし、それはわからない。でもなんとか這い上がろうとギラついた雰囲気だったり、僕に積極的に質問してくる子はいなかったですよ。今キャンプでもソフトバンクの選手は大半が午後3、4時で練習を終え、帰りのバスに乗っています。ただ渡米前に和田選手がソフトバンクに在籍していた十数年前は、それこそ日が暮れるまで主力が練習していることもザラだったといいます。まあ
練習時間が長ければいいってものでもないし、チームの方針もある。今は効率性が重視され、休養だって重要ですから、何が正しいかは分かりません。それでも今の若手は何とかして首脳陣に自分を見てほしい、とにかく目立ってアピールしたいというものが、それは自分も感じているし、他の主力も感じていると思いますよ。ただいくら僕を含めて周囲が苦言を呈したって、最終的にやるのは本人です。主力の競争相手がいなければいないで、それでもいいんですよ。上にいる僕らが楽になるだけですから。でもそれは果たしてチームにとっていいことなのかと考えると、また別の話ですからね。ソフトバンクはかねてから高齢化が問題視されていました。その問題は今もまだ解決できていません。外部補強による主力強化もあって、チャンスも本当に少ないホークス。それでも生き残るに流行るしかない。そういった覚悟が感じられなかったようですね。このように真相を話してくれた和田選手ですが、話は西武からソフトバンクに FA 移籍した山川選手の人的保障をめぐる騒動の話に、この時最初に名前が挙がったのは和田選手でした。しかしホークス側が西武に交渉し、和田選手の指名を取り下げて別の選手を指名してほしいと懇願。その結果、甲斐の選手が移籍することが報じられ、大きな問題となりました。中には和田選手が移籍を拒否したなんて話もありましたが、報道によってはフロントの独断でやったという話も。真相は不明ですが、何にせよ今回の騒動で和田選手も少なからず批判が相次ぐ事態になり、また和田選手もプロテクトが外されていたことに少なからずショックを受けていた様子もあったので、影響も懸念されていました。この影響について和田選手は、影響は特にはないです、雑音何もないですし、自分は優勝のために一生懸命投げるだけですと短くコメント。騒動から1ヶ月以上経過していますし、もう気にしていないのかもしれませんね。そんな和田選手ですが、先日西武との練習試合で対外試合初登板を果たし、注目が集まっていました。一連の騒動で西武から顰蹙を買っているホークス、それもあってこの両者の対決は対戦前から盛り上がっていましたが、その騒動の中の一人にあたる和田選手が先発登板することでさらに盛り上がる事態に。しかも山川選手も4番出場しており、大きく注目を集めることとなりました。その和田選手は初回に1番の西川選手に初球をいきなり引っ張られ、まさかの先頭打者ホームランを被弾、いきなり先制点を奪われると、その後安打と四球で満塁のピンチに。しかし最後は7番の山村選手を空振り三振に仕留め、ピンチを脱します。初の対外試合ということだけあって感覚が合わなかったのか、不安な投球を見せましたが、奪ったアウト3つは全て三振と相変わらずの奪三振能力を披露。ストレートもしっかり投げられていました。1イニング限定ではありましたが、しっかり調整できている部分を見せたと思います。そして同じく注目されていた山川選手は、1点を追う初回西1塁で第1打席が回り、西武の先発ドラフト1位竹内夏樹選手が1ストライクから投じた2球目の130キロチェンジアップをフルスイング。打球は左中間スタンドに着弾し、見事ホームランを記録。三塁ベンチに戻ってくると、西武時代にもやっていたドスコイパフォーマンスを披露し、移籍後初の古巣との対戦で痛烈な恩返し弾を放つこととなりました。試合は4対3と接戦の末ホークスが勝利。序盤は点の奪い合いになっていましたが、6回以降は両者1点も奪わせない投手リレーを披露し、最終的に非常に引き締まった試合内容となりました。試合後、和田選手について小久保監督は、全然大丈夫です、最初出遅れていたので、実戦がそもそも宮崎で投げられないかもしれないという状態だった、実戦で投げられる状態になっている時点でね、4月2日に持って行ってくれればいいですと話し、期待を寄せていましたね。西武ファンからすれば因縁の相手との試合となったこの日、ただ騒動も収まったのもあって和田選手の登板は盛り上がったものの、
特に物議など起きていませんでした。しかし、山川選手のホームランパフォーマンスについては、賛否両論起こる事態になり、多くの批判がネットで溢れる始末に、まあ、移籍までの経緯が経緯だけに、古巣相手にパフォーマンス見せれば荒れるのは、仕方ないでしょう。山川選手に関しては、しばらく荒れた日が続くかもしれません。このように真相や今の気持ちを話し、開幕に照準を向けて、準備を進めている和田選手。果たして今季、どれほど勝ち星を積み重ねられるか、今後の活躍に期待ですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。